スーパーマリオメーカー2やっていくよ。どうも、今日はこのコースやっていきたいと思います。またこんなことやってたらいつもと違うぞって言われるんだろうな。いやでもちょっといいかな。はいどうもピオキングですっていつも始めてると思うんだけど、あれぶっちゃけ結構飽きちゃってんのよ僕。だからいつもと違うような始まり方考えてみたんだけど、ちょっと聞いてて。はいどうもピオキングです。今日のトロールコースは一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、チーズスイートトロールスということで、チーズっていうのは誰のっていう意味なんですけど、サムネからしてネズミのことを指してると思うんだよね。なんでネズミの甘いトロールコースっていうことなんじゃないかな。ということは今日ネズミ VS ヒヨコだね。僕のアイコンアヒルだけど、いやこれ知ってた方いるかな。僕名前ピオキングっていうからヒヨコっぽいけど、一応アヒルなんだよねあのアイコンって。まあでも一応ヒヨコっていうことで僕はやってってます。どうでもいいそんなことは、さあさあ始めんか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 そういやマジで最近シャブちゃんシャブちゃんはやべえ。シャブチャンネルはちょっとまずいね。シャブちゃん作ろうと思ってて、それでねやりたいゲームっていうのはね結構あるんですよ。開幕無機物。まあサブちゃん作ったら健全な絶叫しないゲーム実況者になろうかなと思います。なんだよ健全な絶叫しないゲーム実況者って、絶叫しないのが普通なんだよ。あ、いやまだ全然あるよ。このハテナは何。なるほどね、ここでデカキノコを取って右のドアに入れと。さあ進んでいきましょう。デカキノコ本当取ってよかったのかな。上のハテナは壊れるだけでしょ。でここで、あっつ、なるほどね、ここは下ブロックっていうわけか。じゃあジャンプしたらいけないんだね。そしてここでもう終わったんじゃないのこれ。あ、デカキノコ取ってったらダメなのか。これ生きれる術ないかな。よし、ここでこっからギリギリに左に行けばいいっていう感じでしょ。なんなんだお前は。いやどうせ無理だったか、デカキノコだったらこの上行けないもんね。なんでチビの状態でオンオフ、そしてブンブンが襲ってくるでしょ。でこのブンブンを一体かわしておいてオンオフ。でこのハテナなんだろうね。あ、ここでキノコくれるんだ、ありがて。でこのまま右に進めると、そういうことでもないね。ハンター、もうちょっとこっちに投げてくれよデブロス。そんくらいぐらいの権力持ってるでしょ。お前は見た目だけか、それ筋肉じゃないのか、全部ただ太ってるだけか。どっちじゃないんだって。いやまだ行ける道はどっかあるはず。もう求めてたのと違う。そこでクリーボーとか求めてたよ。あ、この上行けるんじゃない。そしてこのまま右に進めないね。多分このコースあれだね、アイテムが全てはな、そういうコースだと思うよ。ここはブンブンを一旦見過ごそう。そして右に進む。そしてあそこハンマー投げてくるんだよな。ここ上なんか面白そうなこと起きそうだな。一旦右を進化してみるか。左行ったらダメだもんね。左行ったら閉じ込められたっていうのはさっき分かったぞ。そしてこのまま右は三択があるな。一旦右は絶対ダメでしょこれ。これどうやったら助かる方法があるの。じゃあ真ん中はパフで左ピンポン。いやこれ絶対罠だよ。なんでこっちが正解。はいダメー。そういやいきなりなんだけど、みんなねマジで俺言いたいことがあって、僕の動画って再生数の割に意外とコメント数が多いのよ。それが本当に嬉しくって、本当僕好かれてるんだなって思っちゃう。うぬぼれるな。イエスマイマン、お前はそんなところでとどまっていい人間じゃないぞ。あー、なんかとどまってしまった感じがするけど。マイマン大丈夫だ、右の四角を叩け、そしてすぐ上に逃げるんだ。あのさ、今日僕ちゃんと日本語喋れてる。マジで不安になってきた。さっきから何言ってんだろうと思って、ここはバレに乗らないで一旦左に行ってみよう。これが正解なんじゃないか。いやまだワンちゃんやり直し聞かないのかな。いやこの上も行けるんじゃない。頼む、上行かして。じゃあここどうすればいいんだろう。この鉄器より早く行けっていう感じかな。あーなるほど、これで進めるのか。これでピンはずっと鳴ってないよね。さっきずっと鳴ってたからさ。さあこれで進めるとは思うんだけど、あの土管に入っていいのかな。一旦上のハテナ叩いてみる。ハテナ叩いた瞬間すぐ左に逃げる。ダマダーじゃないんだよ。あのハテナブロックは無視していこう。ここ怖いな。勢いよくジャンプしたら上の隠しブロックまだ叩くんじゃないのか。意外と登れないな。さあ登れました。これで次に進めるっていうことですね。ここでチェックポイント1か。無事取らせてくれたね。絶対この赤の土管なんか出てくると思ったんだけど、上下、一旦下の方行ってみる。上のドアもめっちゃ気になったんだけどね。次行ってみようか。ここは下に行けば話裏しました。
まあ今の感じで言えば下の旅館の方が合ってたと思うんだけど、このドア右の花ちゃんのところに繋がってんのかな。そうだったらちょっと面白いかこれなあこれ歌の針にやると意外とやられれないな。なかなか難しい心理耐久だけど、心理耐久名人を舐めるな。じゃあここは50コインを取らず右上の方に行くってことか。でも僕は50コイン取っていくよ。いや行けんのか、ちゃんと当たるよそこは。いやこれはもうどうしようもないでしょ。あなんか上のドアにも行けないしさ、俺たまいパン屋パン屋ちゃん最近の動画でタマイパヤっていう髪型をしてさ、それがすごい頭に残ってて申し訳ありません。早い球をねタマイパヤって言ってた動画があるんだけど、ここはすぐ右に行こうか。そしてここはすぐ下に降りれば間違ったよー。ごめん、右下マグマっていうのは見えてたんだけど完全に忘れて行ってしまったね。じゃあここは鉄球っていう感じなんかな。全然似てね。あぶねドラえもんの真似してたら全然似てなくて草生えてないね。さあここはリュウト乗って、うん、ここどうすればいいの。左下に行けばいいのか。あの甲羅なんかしそうだ。あまあもう分かった。ここはリフトに乗ってすぐ下に行けっていうことだね。この扉が正解なんじゃないかな。そして次は丸々に乗らないで行こうか。いや一旦乗っておこう。そしてこのまま稲荷でメットをかぶらせて。でさっきも言ったんだけど、僕の動画に対してコメント数が意外と多いのって僕の動画にツッコミどころが多いせいなんじゃないかな。それってどうなんだろうね、配信者として。あ左にもドアがあるのか。一旦このオンオフしてみる。こんなことでわーわーギャーギャー騒ぐと思うな。罠が早すぎてリアクションの準備ができなかったよ。それが僕の本音です。上にさつららがあったからあれ落としてすぐ左に行くみたいな。絶対こっち行きすぎだろ。違うパターンなんじゃないか。あ新体験っぽいけどどんな新体験だろう。あーなるほどね、どこに落ちてくるかわからない、俺に当たれと。まあこれは運要素強いで、ここで左ダッシュしてすぐ上に逃げる。多分これでね先に進めると思うんだけど、どっちだろう。当たっていけばいいのかな。あのデカキノコで行く。いや一旦このまんま行こうか。あのデカキノコが実は不正解だよきっと。いや合ってる合ってる。そしてここは左に落とされる。あーいやあーぶって危ねえなこれ。この上に行く。そして B スイッチは踏まない、それが正解だと。いや絶対ここ合ってたよね。あ危ない、なんか上のすげえ楽しそうだな。ちょっと行って、なんか新耐久じゃないのこの上。後で連れて行かれる予感しかしないな。じゃあ一番右の方まで行ってすぐ上に行く。多分これで行けるんじゃない。あここで B スイッチを踏んですぐ上に行けばいいのか。そしてここはオンオフを変える必要があるけど、ここあやっぱりそう切れと思ったんだよ。そしてこっからどうやってオンオフを変えるかだけど、あ分かったよ、ここでオンオフを変えて右に行けばいいと。あでもなんか右に行けんくないこれ。あここどうやって行くんだろう。あのピースイッチが鳴ってる状態で早くあのブロックのところのコインを取っておけっていう感じかな。いやこれめんどくせ、これも新耐久なのか。あいやここはここはなんだ難しい。もう誰そんなことしないでって。やったよお母さん、僕はついに壊れました。さてこっからだよな。ここで P スイッチを押してすぐ上に行けない。ちょっと集中しよう。ここ地味に難しいんだよね。ここでじゃんいや違うんだって。ちょっとマジで無言で集中させて。ここ本当にいけない。このドクロリフト乗るでしょ。でここでジャンプしてここでさっきなかったやんこんな罠。やったんだろうけど引っかからなかったやんこの罠。どんだけ全集中。2兆6億2分の1の方、ここでピースイッチを踏む。そして上に行ってここでコインを取ればいいんでしょ。そしてオンオフを変えろっていうことだから、ここでオンオフを変えて右に進めるっていうことだよね。やっと進めやったこれで中間ポイント。進めませんね。いい加減にせんか。やっと進めこれでチェックポイントにあって、ここまで結構長いよね。ありがてすぐに取らせてくれるパターンだ。そしてここ下気になるね。まあ、チェックポイントにも取ったし、うん、強制的に連れて行かれました。じゃあここは隠しブロックは叩かない、右ギリギリでジャンプする。
じゃあこっからこういう風に行くみたいな。ああなるほどね、これでいいのか。さあこの上もなんもないっていうことで土管に入って進みますか。あとはゴールのみだよ。フライ、飛べって書いてるね。あ、なんか飛びすぎじゃないこれ。重っ。なんで宙が浮いたまんだよ。面白すぎでしょ今の。いやしかもこれ宙に難しいしようでかくなってるから。くっ、いやこれしゃがんでおけばいいのか。くっやめて、もうやめてよ。嫌だ、もうやめて、痛い、嫌だ。チェックポイント1を取って今やったね。あと1回だよ、集中するわ、マジで集中する。オッケーオッケー、あと1回だよ。 C 耐久名人を舐めるな。こんなところでくじける俺じゃないんだ。そういやみんなモミジとか見に行った。僕明日行くんだけど、もう遅いよね。モミジ散ってないかな。あ、ここで抜けばいいのか。そしてドアに入ってもダメみたいなこと書いてるけど、実はこっちが正解なんじゃない。一旦この靴履いていこうか。この靴があったら無敵だよ。そしてこのまま右に、あ、これチェックポイント1。え、嘘でしょ。え、これもう一回戻ってもダメだよね。でもさ、これチェックポイント1取って実は左に戻るのが正解みたいな。多分これでいけるんじゃない先に。そしてここでレディース&ジェントルマン、皆様大変お見苦しいところをお見せしました。ここは USA を取った瞬間すぐ右に逃げる、これで合ってるんじゃないですか。さあ進んでいきましょう。フライって書いてたけど2回も飛び立ちました。チェックポイント2で、ここはうわどうした、投げていいのかな。壊れたけど、え、これどうすればよかったんだろう。あ、置くの、いや、わかんねえな、ここの行き方は。左下に行けば、あ、何もしないでよかったのかな。じゃあここ右に行ったら、あ、悲しい体験ね。ここは何もしなかったらよかったんだよ。そしたらさ、オンオフが空いてるじゃん。なんでこの状態でチビになって下に降りると、そういうことですね。そしてここはどうすればいいんだい。右に音符、一旦音符叩いてみようか。お、リンクが出てきたね。いや、ちょっと待って、リンク、ちょっと早く爆発してよ、ごめん。なんでこっちに降りてくんの。そんなのいけないと思っているのかい、僕が。こっから左にジャンプしてあの隙間渡ってみせるぜ。見てて、数々僕は一発マリオやってきたんだから。スーパーミラクルローリングさんだ。行けよ、行ったんだから行けよ。ビビってんじゃねえよ。次で行く、スーパーミラクルローリングさんだ。じゃあここは音符を叩いてボム編を出してすぐ左に逃げる。そしたらこの辺が開いたよね。多分それで進めるんだよ。オッケーオッケー、これでリンクが取れるっていうことか。さあリンクを取ってここで爆発させる。で右にね、鉄球がうろうろしてんだけど、あの鉄球に当たったらいけないよね。あ、なんかあらん、あぶな、え、逃げ、逃げ、なに、あら、焦るな、ここは焦る場面じゃない。一旦こ、くっそ、焦ってしまった。あの鉄球がマジでプレッシャー。次は絶対に行く。俺はラベルだ。次は必ず行く。俺はラベルだ。マジこの上絶対叩かない。隠しブロックがあると思うから、あのハテナブロックの下。あ、プーウェイベッド、プーウェイってなんだろうね。ベッドナウジークダイス2、ジークスは死ぬっていうことなんかな。もうやられた感じ。上隠しブロックはない感じか。じゃあここあのドスを抜ければいいっていう感じでしょ。これは簡単に抜けれるよ。結局一生やし。ここは一旦あのドスを落としておこうか。そして右に進むと50コインの下なんか見えるな。ブロックがあれば壊れるんじゃないの。オッケーオッケー。そしてここは上、うわー、どっち行く。いや左は行けないから下に行くしかない。あの氷ブロックの上にはの、おうね。いや、これは右に左にダッシュしたら抜けれるはず。オッケーオッケー。さあドアに入っていくんですけど、ここでアゲインって書いてたから、もう一度って書いてたね。危ないね、あの羽が生えた石親父は。じゃあ P スイッチを踏んでみようか。このアゲインっていう文字めっちゃ気になんない。もう一度っていうことでしょう。何をもう一度させる気なんだろうね。これ一旦左そのまま行ってみる。あ、これで開くのか。そして上に行くのか左に行くのか、どっちなんだろうね。うわ、アイテムは信用しな。頼むって。いや、一旦さ、このメットかぶって右に抜けれないかな。いや、なんか抜けれそうなタイミングあるんだけど。はいはいはい、ここだ。いや、
これ絶対生き方違うと思うけど、ガバ発見しました。いい意味で。さあこれ当たってもいいよ僕。いや全然夜ベッドかぶってるからね。くるいがいいさ。邪魔だ、どけ。はっ。もしやこれはチェックポイント戻しでもないね。いやこれ待って、ベッドかぶってるからめちゃめちゃ取られにくいじゃんか。え、不正じゃんって、頼むって。もうほらほら当たれないんだこれ、ちゃんと横から当たらないと。待って、やめて、これってもうそんな不正僕やらないからさ。だから当てて、横から、ちゃんと横から。もう嫌だ、ここマジでカットする、これマジでしんどい。今の耐久めちゃめちゃきつかったです。タイムアップまで待ってようかと思ったけど、頑張って一応クリアしました。まあカットはしてると思うんだけど、もう次は不正なんてしないでいくよ。じゃあここは上でよかったよね。左も少し気になるんだけど、こっちがゴールあったからこっち行こうか。そしてここは、え、これいけんくない、さっきとなんか違う。あれ、あ、ここ右にダッシュして、ちょっと待って、このデブロスはまずい。こっから右にダッシュしていこう。これ進めねえんじゃないか。いやこのコースね、ハードの数がそんなに多くないからさ、不安だったんだけど、めちゃめちゃ楽しいコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオルーパーということで、輪を作るものということでしょうか。サムネを見る感じですね、パウブロックの上に赤いトゲメットがいるから、あの赤いトゲメットをかわしながらパウブロックに乗って進んでいけっていうコースだと思うんですよ。そしてこれね、最速が34秒かかってるから、結構長い間耐久しなきゃいけないと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.6%で、僕思ったんだけど、あの赤いトゲメットってパウの周りをくるくる回ってたっけ。回ってたらそんなに難しくないと思うんだけどね。え、パウの周り回んないの。ちょっとそれはシビアすぎない。いやまさかのだよ、まさかのこの隙間だけで回避し続けろってこと。もうやめていいですかこれ。これはほんと厳しい。そんでこれを30秒以上耐久しろってことでしょ。もう終わったわ、僕の喉とかその他もろもろ。いやでも意外といけてんだ、当たり判定そんなにないのね。でもこれ30秒以上はちょっときつすぎない。今何秒、あ、15秒経ってる。いやこれもうパターン入った、パターン入った、このままゴールまで行って、頼む、ちょっと色似てんな、次変えるわ、ちょっとルイージに変える、色がちょっと見にくい。そして瞬きができない僕、頼む、あと何秒、あと、いや意外といけるぞこれは、頼む、このままもう行ってくれ、ゴールが見えた、どうやってゴールすればいいこれは、頼むって。あおっせえ、ルイージに変えてまいりました。これだったら意外と見やすいんじゃない。ルイージ緊張してんのか。まあまあ久しぶりだもんね、出番が。そういうこともあるさ。いやでもほんと見やすいね、さっきのマリオよりはだいぶやりやすくなったような気がする。さあこれで行ってくれ、そんなに難しくないよこれね。こっちとしては左に移動するときあるじゃん、そん時十字キーを触んない方がいいね。で右に移動するときだけ十字キー触るみたいな、そんな感じだね。そしてダッシュボタンを押さなかったら意外とさっくりいけちゃうみたいな。さっくりってルイージがさっくり言ったね。ちょっと集中したいと思います。さっきみたいにパターン入ればそんなに難しくないよこのコース。このコースで一番難しいのは赤いトゲメットを避け続けることじゃないね、30秒以上喋り続けながらこのコースをクリアすることだよ。どう違うんだよ、結局プレイすることは一緒じゃないか。でも30秒以上喋る話題ないよ僕、なんで早送りさせていただきたいと思いません。僕はそういうカットが嫌いなんだ、なんで必ずノーカットでお届けするよゴールまで。でもゴールの仕方まだ分かってないんだ、どこでジャンプすればいい、次ジャンプ、ここでジャンプ、やめろ。これめちゃめちゃ上手くなかった、クリアも結構早かったしさ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。